西山選手こんにちは、はい、こんにちは。ちょっとお伺いしたいことがありますので、はい、よろしくお願いします。水素風呂のリタライフを使ってみて、はい、使う前のイメージはどんな感じでしたか？全然ピンとこなかったんで、自分はまあサッカーやってて何に効果があるのかなっていうふうに思ってたっていうイメージですかね、うん、はい。誰からお聞きしたんですか？チームメートにちょっと使ってみてって言われて使ったのがきっかけです。何か体感とかってありました？まず体の温まり方が違うのと、あとはこう出た後に疲労の抜け方とか、あとまあずっと結構使わせていただいてて、かかとのひび割れがひどかったんですけど、綺麗になった方かなって思います。パフォーマンスの方とかで、なんかその入ったから良かった、はい、入ってないとどうだとかって、なんかそういう変化とかってあります？やっぱりこう疲労が抜けてる分、毎日のトレーニングだったり、リーグ戦だったり、こう試合に向けてのコンディション調整がすごくしやすくなったので、そこはこう自分が一番大事にしているとことして、すごい大きいなと思います。なんか西山選手が聞くところによると、ルーティーンを大事にしてるってことなんですけど、リタライフはルーティーンの中に入ってるんですか？結構大きいなウェイトで、でかいっす、はい、使ってない選手とか、はい、一般の方に向けて、一言お願いします。なかなかこうイメージしづらいと思うんですけど、最初の導入って多分皆さんそうだと思うんで、騙されたと思ってっていうとちょっとあれですけど、本当にすぐ効果が実感できるものなので、ぜひ1回は利用していただきたいなって僕は思います。ありがとうございました。